はい、たまじまです。今回このベアっていうゲームをやっていこうと思います。かわいいね、クマちゃん。怪我してるけど手放したくても手放せない品というものがある。例えばそれは捨てがたい思い出の品、例えばそれは様々な事情によって手放すことがかなわない品。前者ならばいい。結局のところそれは決断力の問題であって、手放そうと思えばいつでも手放すことは可能である。問題は後者だ。例えば捨てても捨てても手元に戻ってくる何か、持っているだけでも災厄を呼び、たらい回しにした先々に不幸が起こる何か。叶うのであればお金を払ってでも手放したい。そういった思いを抱えながら、いわくつきの品を抱えたい我々人間というのはしばしば存在するものだ。これは私がそんな品々の処分代行を始めて間もない頃の話である。今のがプロローグ的な感じか。どうした？何雨？祖母の遺品を整理していた時に見つけたんです。雨な、何とこテラス、雨やのにテラス行ったん？こんな汚な、怪我らしいもの、最初から気味が悪いと思っていました。どうして祖母がこんなものを持っていたのかはわかりません。遺品の引き取り手なんて私以外にもいませんでしたし、薄情なようですが、すぐに廃棄物として仕分けました。でも翌日には手元に戻ってきていたんです。それからです。毎晩毎晩、家のどこかでぼやが起こって、ぼや、すぐに気がつきました。祖母の死はこれが原因だったんだと。もう耐えられないんです。処遇はお任せします。ただもう二度と私が関わらずに済むのであれば、どうかお願いします。これがあの熊の話かな。その日、いわくつきの品を持ち込んだ女性は、憔悴しきった様子で終始視線を落としていた。まあ、毎日ぼや起こってたらそら疲れるわな。差し出された箱は、胸に抱えられるほどの大きさで、持ち上げてみれば程よい重量感がある。クマ。え、めちゃなんかお札入ってない？クマよりお札が言えないけど。箱の中には、ボロボロのクマのぬいぐるみが収められていた。汚れ。綿が飛び出し、右目には不似合いな包帯。そうやね、なんか中二病みたいな包帯巻かれてんな。包帯の周囲にあるシミや汚れや部分的に色の違う刺繍糸など、観察を重ねるほどボロボロと思わせる要素の一つ一つが見えてくる。おそらく手作りではなく既製品のぬいぐるみであろう。片足の部分にはちょうどタグが外れたような縫い跡が残っている。色も細さも違う刺繍糸は後から手が加えられたものだろうか。ということは結構大事にされてたんじゃん。のび太のクマちゃん状態やろ。おばあちゃんからもらったのびちゃんのクマちゃん状態やろ。そんなぬいぐるみが収められていた箱の底には、いわくつきを示すように古びたお札が敷き詰められていた。このぬいぐるみを今後どう扱っていくべきか。引き受けたのは処分であるが、いわくつきの実態をつかまないことにはその実行も難しい。でも結局戻ってくるんやったら、あのさっき渡してきたあの姉さんのとこにもう一回戻るんじゃん。もう僕のものになったん、これは。実態とはすなわち、その品の周囲で何が起こるのか。そしてなぜそうなるに至ったのか。重要なのはこの2点である。翌日には手元に戻ってきていたんです。毎晩毎晩、家のどこかでぼやが起こって。ぼやって言ってもな、どこ、いろんなとこで起こるということ、大体台所じゃない。私は依頼主の言葉を思い返し、ぬいぐるみと静かに向かい合った。クマさん、捨てても捨てても手元に戻り、家の中ではぼやが起こる。ぬいぐるみの元の持ち主であった彼女の祖母は火事で亡くなっている。その品の周囲で何が起こるのか。この点はおおよそつかめていると言ってもいいが、私はまだ実際のところを目にしたわけではない。いずれにせよ、まずは様子を見るほかないだろう。私はぬいぐるみの目を見て、今日からここが君の家だ
と語りかけた。クマちゃん家族、お花。ことが起こったのは真夜中のことだ。早速、耳キュッて持ってなかった。焦げた匂いに目が覚める。何あれ、タバコ？薄暗い部屋の中、テーブルの近くから一筋の煙が上がっていた。近づいて原因を確認してみれば、煙の元には火のついたタバコが転がっている。眠る前にタバコに火をつけた覚えはない。クマ、吸ったなお前。私はすぐさま適当なグラスに水を汲むと、煙の上に中身をひっくり返した。火が消えてしまえば、薄暗い部屋には煙たい空気と焦げついた布だけが残る。クマちゃん、タバコ吸ってもいいけどちゃんと消しや。私は換気扇を回してから室内をぐるりと見渡した。そうしてようやく気がついた。就寝前テーブルの上に置いていたはずのぬいぐるみがいつの間にか枕元に腰掛けているのだ。あのクマちゃん実はめっちゃヘビースモーカーなんちゃう。で、あいつ寝たしちょっと一本吸おう。 やばい落ちた、わーだっていうことやろ。二人とうつむいたぬいぐるみは暗闇の中で沈黙を貫いていた。無視してんな。吸ったやろ。自分が吸ったやろこれ。何黙ってんねん。吸ったやろ。ちゃんと消しや。ぬいぐるみを引き取った翌日、降り続く雨を横目に火事とぬいぐるみで関連事項を調べてみた。火事で汚れてしまったぬいぐるみの修繕は、火事から持ち出したぬいぐるみがぬいぐるみを鳥に引き返すことになる二次被害が、いわくつきのぬいぐるみに該当するような記事は見当たらない。所持すると火事が起こるぬいぐるみというのは少なくともメジャーな代物ではないようだ。そうやね、あんまり火事ってつながらやね。戻ってくるってのよく聞くけど。私はぬいぐるみと向かい合い、火を思わせる、火事。昨夜は以前の持ち主である女性がいた通りのぼやを確かに確認することができた。捨てても戻ってくるというのは懸念事項でもあったが、少なくとも一晩のうちに依頼主の元へと戻ってしまうという事態は避けられたようだ。まあね、あのお姉さんとこ戻るんが一番最悪やけんね。あくまでも私を新しい持ち主として認識してくれたということだろうか。ママやで。だとすれば、テーブルから枕元という微妙な移動距離も手元に戻ってくるの一環なのかもしれない。これで聞き及んでいた現象については確認が済んだわけだが、それよりも気にかかるのは昨晩見た夢についてだ。なんかクマちゃんの耳掴んでたよね。夢の内容は曖昧だが、このぬいぐるみにまつわる何かを見たような気がするのだ。確か、そうだ、首元から大きく綿が飛び出した姿。これに関してはぬいぐるみの現状と共通するものではある。夢にも出てきた君、カマチョやな。私はふと思い立って裁縫箱を手繰り寄せると、ほつれた部分の修繕を試みた。あ、綺麗な音。かわいいかわいい。不器用ながらにどうにか飛び出た綿を押し戻すことには成功した。汚れは根強く残っているが、綿が内側に収まっただけでも随分と状態が良くなったように思える。一回洗濯したら、なんかいやいや、人んちから来た熊のぬいぐるみって一回洗濯したい。その日はぬいぐるみを枕元に置いたまま夜を迎えた。あ、でも雨降ってんのか。あれ、なんか血出てない？誰の血？熊の血？僕の血？パチパチと何かが弾けるような音で目が覚める。何あれ？はっとして起き上がると音の原因はすぐに目についた。ベッドサイドのコンセントプラからパチパチと火花が上がっていたのだ。手を伸ばすのは危険だと判断してブレーカーを落としに立ち上がる。ああ、なんか冷静やね君。暗闇で弾けていた火が消えると、室内にはより一層の暗闇と静寂が訪れる。クマ、今日何してたん？なんなん、プライムでもなんか見ようと思ったん？なんかめっちゃ充電器さしたんちゃん自分。あかんで。
私は窓の外のほのかな光を頼りに、そっとコンセントプラグに手を伸ばした。熱を持ったコードを抜き取って一息つく。ゆっくりとベッドを見上げると、就寝前と変わらずに座り込んだぬいぐるみは、ただ沈黙を貫いていた。本当あのクマいらんことしいやな、毎晩毎晩。ぬいぐるみを引き取ってから3日目、私はふと昨夜の夢を思い出して、ぬいぐるみを拾い上げた。あかんやろ、何してたん昨日は。1日目タバコ吸って、次はプライム見て、好き勝手しとるな。血出てない？包帯をめくり上げると、右目の付近には赤いシミがべったりと広がっている。どうにか汚れを落とすことはできないだろうか。私は携帯を取り出して、ぬいぐるみの洗い方を調べることにした。あ、綺麗になった。おう、いいじゃん、いいじゃん。連日の雨による乾燥の困難を考慮し、洗浄は表面だけの控えめなものにとどめる。そのせいか、染みついた赤い汚れを完全に落とすことはできなかった。とはいえ、何汚れなんやろ。なんか、日の、すす汚れ的な感じかな、おそらく。汚れの方はきれいに落ちている。くすんでいた包帯も一緒に洗ってしまえば、引き取った当初よりもぬいぐるみの見てくれは随分と良くなった。かわいいよね、このクマさんね。仕事を終えてから改めてぬいぐるみと向かい合う。2夜連続で起こったぼや騒ぎはおそらく今後も続くのだろう。となれば、次なる問題はなぜそうなるに至ったのかである。生き物の形をしたもの、物品にはどうしても何かが入り込みやすい。おそらくこのぬいぐるみもその例に漏れないのだろうが、問題はその中身の正体だ。例えば火事で亡くなった何者かの亡霊、例えば呪い事によって詰め込まれた怪異の類、そこに悪意が存在するのであれば危険性は計り知れない。正しく見極めなければが真夜中に見る夢はきっと正体を紐解く鍵となるはずだ。私は熊のぬいぐるみをひとなでして、その日も静かに夜を迎えた。熊ちゃん、この人めっちゃいい人っぽいよ。冷静やし。あ、火事やね。熊めっちゃ火事見てたな。とどろきとした音が耳をかすめ、ベッドから跳ね起きる。あ、次コンロついてんな。キッチンの光に目を凝らすとガスコンロの火がついていた。私はいつも以上の危機感に跳ねる心臓を押さえつけ、ガス栓を閉めに立ち上がった。クマ何してたん。次なんか食べようとしたやろ絶対に。燃焼音がうせ、室内は静寂に包まれる。コンロからの出火ともなると一歩間違えば即刻の大惨事だ。大事になる前に気がつけてよかったと心底から思う。こんなことが連日続くのだ。以前の持ち主の憔悴も相当のものであっただろう。そんな心を知ってか知らずか、枕元では変わらず熊のぬいぐるみが沈黙を貫いている。何食べようとしたん。なんかラーメンでも食べようとした夜中に。あかんで、夜中のラーメンは美味しいけど。太るで。4日目。このぬいぐるみについて少しでも情報が得られないかと、クマぬいぐるみで画像を検索してみる。途方もない作業だということは分かっていたが、やはり同じ種類のぬいぐるみは簡単に見つからない。私はしばらく悩んだ後、可能な限りのぬいぐるみの特徴を書き記し、情報提供を求めることにした。茶色、ちょっと黄色っぽい、白っぽいとこ。特徴ないんよな、この子。タグさえあればな、品番とか載ってたらいいんやけど。特徴を記載するため、ぬいぐるみをじっと観察しながら昨夜のことを思い返す。火事の夢と危険な出火現象。悪化している状況を考えると、少し距離を置いてみるべきだろうか。いやいや、距離置くんは嫌や。その日の夜は熊のぬいぐるみを窓辺に移動させて眠ることにした。あ、そういう距離の取り方は？え、でも近づいてくるんやろ、あの子。あれ、クマさん。その夜は雨に打たれるぬいぐるみの夢を見た。
やんわりと浮上した意識の向こうでは、夢の延長線上を歩くように雨の音が響き続けている。わずかに吹き込む風を感じて目が覚めた。あれ?と同時に雨音が現実のものだと理解して音のする方向に目を向けた。クマこっちに来ようとしてない?ぬいぐるみは寄りかかっていたはずの窓が開いている。吹き込む雨風に押されたのか、ぬいぐるみは床の上に転がり、雨水でぐっしょりと濡れそぼっていた。洗ったのにお前。窓を閉め、ぬいぐるみを拾い上げる。洗ったやんか、なんで急にボロボロなってんの君。修繕した箇所からは綿が飛び出し、落としたはずの汚れが布にこびりついている。ぐるりと部屋を見渡してみるが、今回はどこにも日の気がない。その代わりとでも言うように、ぬいぐるみは最初の状態へと逆戻りである。なんで開けたん窓、びしょびしょやんか。どうすんのこれ。5日目。一晩かけて修繕と乾燥を終え、ぬいぐるみと向かい合う。もうあかんで。びしょびしょになったり、綿出してみたり。何回洗ったと思ってんの。昨晩は戸締まりをしていたはずの窓が開くという現象の変化に見舞われた。ぬいぐるみを窓辺に置いて夜を迎えたということが原因だろうか。連日のぼやに比べれば、室内に雨が吹き込む程度のことは直接的な生命の危機は感じない。そもそもこうしてぬいぐるみを前にしてみても害自体を感じないのだ。タバコの火もコンセントプラグの火花もコンロからの出火も、それぞれが夜中の一度きり。一度夢から覚めた後には、二度目の現象は起こらない。そうだ、どれもこれも、いつだって眠りに落ちたその後に。君はずっと、怖い夢を見ているのかな。あ、クマさんが?そのクマさんの夢を僕が見てるってことなんかな。不可思議な現象は夜に起こる。現象に気づく直前、私はいつだってこのぬいぐるみの夢を見ていた。そうやんね。なんか耳つかまれて、ほんで、何があったっけ?火事があったやろ?で、びしょ濡れやったやろ?まるで枕元から溶け出るように、夢の中では淡々と何かの断片がちらついた。あ、そうそう、これもあった。そこには誰の恨みもない、恨み事もない。ただ、このぬいぐるみの状態に理由を添えるかのように、なぜそうなるに至ったのかを思い返すかのように、記憶をたどるような夢を見る。そして夢は、連日の日に、吹き込む雨に、ぬいぐるみの姿そのものに染み出していく。大丈夫。何度でも直してあげるよ。ちゃんとそばにいるから安心しておやすみ。この人めっちゃええ人じゃない。好きになりそうや。もうクマええ加減しや。ボロボロになったり濡れたり。このぬいぐるみはきっともうずっと長い間怖い夢を見続けている。その推測が真に正当であるかはわからない。それでも悪い夢を見る子供にそうするように少しでも届けばいいと私は真っ黒な目に何度も語りかけた。あれ?あ!あ、これ元の持ち主さんかな?でかくも。連日の異変に体が順応し始めているのか、真夜中に自然と目が覚めた。そばに置き直したぬいぐるみに変化はない。ぐるりと室内に意識を向けてみるが、こちらも特に異変はないようだった。あれ?今日何もしてないやんか。私はそっと肩の力を抜き、夜の闇に再び目を閉じた。でもなんかいつもの夢と違って、なんかいい時の思い出って感じがするけどね、熊にとっての。6日目。一つの分野に精通したという人物というのは、どこにでも存在するものだ。私は以前にぬいぐるみの情報を求めて書き込みを残した掲示板を覗き、寄せられていた情報に目をまたたかせた。ファミリーシリーズブラザーベア。何それ。
パッケージの画像ともに載せられていた情報によれば、どうやら10年ほど前に売り出されていた製品であるらしい。箱から出したらリボンを巻いて名前をつける。新しい弟、妹を迎え入れるというテーマで売り出されていたのだというぬいぐるみには、付属のリボンがついているようだ。テディベアはリボンを結んで、名前をつけてあげた日が誕生日。いつかどこかで聞いたような話が脳裏をよぎり、私はぬいぐるみを振り返る。その姿は確かに寄せられた画像と酷似している。しかし、首元に付属のリボンは見当たらない。人の手を点々とする間に、どこかでなくしてしまったのかもしれない。何にせよ、ぬいぐるみが最初の持ち主の手に渡った時期は、ここ10年間に限定される。さっきの女の子じゃないかな。じゃあなんでバーの元に行ったんやろ。私は丸1日かけて、10年間の家事に関する記事を読み漁った。ああ、これ誰がやったん？これ父じゃなかったん？お父さん？お父さんの赤ワイン。何仕事行く前飲んだん？あかんでお父さん。今日もまた何も起こらない静かな夜だ。7日目。ぬいぐるみは穏やかな時を夢に見ることができたのだろうか。大丈夫と語りかけたことが功を奏したのであればいい。私はぬいぐるみにおはようと声をかけ、朝を迎えた。おはよう、くまさん。その日、ぬいぐるみが収められていた箱の中に、寺院名の記載されているお札が紛れていることに気がついた。私はその1枚から連絡先を探し出し、早速連絡をつけてみる。ぬいぐるみの特徴と、火事を引き起こすという現象。この2点に該当する動産ごとの記憶がないかを尋ねてみれば、おそらくはこれだろうという情報が手に入った。曰く相談者は、姪の遺品だと言って、そのぬいぐるみを寺院まで持ち込んだそうだ。手元に戻ってくる、ぼや騒ぎが起きるというのは当時からの現象であったそうで、一度は別の寺院にぬいぐるみを預けたこともあったらしい。しかしながら、お堂に収めておいたはずのぬいぐるみは、翌朝には相談者の手元に戻っていたのだという。姪の遺品。それがどの時点でのぬいぐるみの持ち主の話なのかはわからない。これ姪で合ってる？しかし、姪という言葉を聞いて、私の頭に浮かぶのは、夢の中で見た幼い少女の姿だ。このぬいぐるみにとって強烈な思い出なのであろう少女。だって、その名前をつけてくれた女の子やろ？やし、リボンを巻いて、今日が、なんていうの、名前を渡した日があなた、クマさんの誕生日よっていうことやろ？そらクマにとっては一番大事な人でしょうが。名前なんないの、こいつ。あの子も、もう亡くなっているのだろうか。ああ、火事が、あ、火事が。あ、ああ、逃げて。逃げて。暑い。この2日ほどの穏やかな夜とはうって変わり、強い不快感によって目が覚める。え？まぶたを押し上げた直後、私は真っ赤な炎に包まれた部屋を目の当たりにした。クマ、次何したんこれ。結構よ。結構よこれ。飛び起きて枕元のぬいぐるみを捕まえる。そのまま窓の外へと飛び出すまでに迷いなんてものはなかった。この人も一番にクマを抱えるっていうのが素晴らしいね。あ、クマ、クマ。え？濡れた地面に転がち落ちる。一瞬、パクチュームのようなものを見た意識が緩やかに現実へと引き戻された。クマ。勢いよく飛び出したせいで、ぬいぐるみが手を離れてしまったらしい。数十センチの距離に放り出されたぬいぐるみは、ぐっしょりと濡れそぼり、真っ黒な目でこちらを見つめている。あ、なんか泣いてるように見えるね。雨やろうけど。ふと目の前の光景に似た何かが脳裏にちらつく。さっきのは何やったんやろ。
私はしばらくの間、ぬいぐるみの瞳と見つめ合った。ようやくこのぬいぐるみが苛まれていた悪夢を理解できた気がする。そうか、そうか。君を取りに戻って、君の家族は亡くなってしまったんだね。動けない君には何一つとしてどうしようもなかった。それでも、ああ、とても辛いことだったね。くまーん。ぬいぐるみを拾い上げて、今しがた飛び出した家を振り返る。部屋いっぱいに広がっていたはずの炎は、跡形もなく消えていた。くまーん。くまーん。しょうがないな。僕が名前をつけてあげよう。そしてリボンを巻いてあげよう。そしてそれが君の新しい誕生日だ。君のように深く大事にされたものにほど命が宿る。生き物の形にはあらゆるものが入り込みやすいとは言うけれど、君は紛れもなく君自身であったんだね。命にはね、心が宿る。そして傷ついた心は時に悪い夢を見る。君はずっと君に深い傷を与えた時間を夢に見続けているんだろう。恋を持たない君の心を私はただ推し量ることしかできないけれど、それでもきっと辛く寂しい日々だったんだろう。ぬいぐるみはきっと誰かのそばにいたかったのだろう。それでも夜が来るたびに悪夢は続き、現実に溶け出した夢は時に多くを傷つけた。かつての持ち主たちは紛れもない悪夢の犠牲者だ。家族を失った遺品の苦しみ、決してこのぬいぐるみが悪いわけではない。それでもこの子が原因であることに間違いもないのだろう。なあ君、そろそろ終わりにしないかい。君も毎晩の悪夢は苦しいだろう。一度だけ頑張ってくれるのなら最後まで見送ると約束するから。微動だにしない布の塊に一晩かけて語りかける。真っ黒な目はただただ沈黙を貫いていた。名前つけようか。クマ、どうしようかな。アジックマにしようかな。君は今日からアジックマ、アジ村のアジックマ。雨上がりの境内にはまだ湿った土の匂いが立ち込めている。細かな砂利を踏みしめて、私は人形供養祭と記された看板の前に足を止めた。長机の上に置かれた受付用紙に文字を書き込み、ぬいぐるみを抱え直して奥へと進む。え？供養？会場にはすでに数十体の人形やぬいぐるみが並べられている。ところ狭しとかざされた彼らの間に持ち込んだぬいぐるみを座らせた。私はその場に膝を折って無言のぬいぐるみと向かい合う。はい、アジックマ、ここ。これから君を包む炎は怖いものではないよ。確かに火は簡単に多くのものを奪い去ってしまうけれど、その分君が悪い夢にいなまれるこの先の時間だって焼き尽くしてくれる。だからそれまで穏やかな夢を見て待つといい。いい夢を見るコツはね、楽しいことを思い浮かべながら眠ることだ。だからこれはおまじないだね。アジックマの魂が煙に乗って空へ届くまで。その旅路で今度こそ良い夢が見られるように。あ、リボンつけてあげた。こんなものしか用意できなかったけれど、どうだろう。今日がお誕生日や、君の。これで君が生まれた日を思い出せやしないかい。テディベアはリボンを巻いて名前をつけてあげた日が誕生日。君にもその日があったはずだ。あの女の子か、その父親か、あの親子が君を迎え入れた日。君にあの赤いリボンを巻いて名前をつけてくれた日。その日をもって眠ってごらん。きっといい夢が見られるさ。
約束した通り最後まで見守っているから。最後にぬいぐるみをひとなでして距離を置く。首元に緑色のリボンを結んだクマのぬいぐるみは変わらぬ沈黙でこちらを見つめ続けている。それからほどなくすると松明を手にした宮地やってきた。やがて人形供養の儀式がかすかに密かに執り行われる。ベロがベロンベロンや、ごめん、いいシーンやのに。ああ、制作静香さんありがとうございました。多分これはエンディングロールかな。この子にとっては、まあ、ある意味いい終わり方やったんじゃないかな。あー、クマ、あ、これ買った時のクマさんやね。ちゃんと赤いリボンついてる。お父さん、お父さん迷ってる。あー、やったね、嬉しいね。名前何したん。もうおそらくこうぬいぐるみって捨てるんも怖いし、どうしてもね、皆さんぬいぐるみ怖いっていうイメージを持っとるかもしれんけど、最後にこうやってちゃんと終わらせてあげるっていうのもいい優しさかもしれん。お父さん、お父さん素敵、直してあげよるやんか。お父さんこぼしたんやろ、見たで。会社行く前に赤ワイン飲んでた、見たで。怒られてる。お父さんええ加減しやって怒られてる。あ、優しいね。あ、やけん包帯巻いてあげたんか。この女の子も可愛いね。あ、可愛い。まあ、めっちゃ大事にされとったんやろね、おそらく。めちゃくちゃ大事にされて、でなおかつ火事になった時に、それこそ、クマちゃんが、クマちゃんが言って取り戻ったぐらいで、だいぶ大事にされてる。お父さんも優しい人やけんね、やけん取りに戻ったけど、まあ、それがゆえに二人とも亡くなってしまったっていう。大切にされたものにほど心が宿る。傷ついた心は時に悪い夢を見る。人の手によって作り出されたものの多くは自らの意思で終わることが叶わない。愛されたものほど、心を宿したものほど、人の手で終わりを与えてやるべき時がある。ベア、ありがとうございました。Thank you for playing。 こちらこそありがとうございました。すごいいい作品でした。感動したよね、普通に。あ、くまちゃん、あ、くまちゃん綺麗になったし、ちゃんと緑のリボン巻いとるやんか。ということで、今回このベア、どうでしたでしょうか。普通にストーリーがすごく感動したよね。つながっていく感覚も面白かったし、まあいろいろ考えさせられる部分はあったかなと思います。ということで、また次回、いろんなゲームやっていこうと思いますので、よかったら見に来てください。ありがとうございました。